ありがとうございます。感謝家の瀬戸恵子です。賢く生きるシリーズは2015年に書いた貧乏万歳幸せ術知的貧乏生活のすすめという、これ小冊子をね、私2012年から15年の3年間北マリアナ諸島ロタ島というところで0円生活をしてたんです。で帰ってきてすぐになんか女性週刊誌とかなんかとにかく貧困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 、今2021年ですけど6年前にすでにそういう貧困問題がもうスタートしてたんでしょきっとね。その時にお金がないからいいんじゃないなっていうところの思いで書いたのを、私今レアガン 0.02 で生活するっていうキーワードのもと、もう金輪際ラガン 0.02 で行くことに決めましたので、ちょっと文章としてなんか手直しして出すのが難しいので YouTube で動画配信させていただいてます。もう45回、そろそろ終わりに近づいてます。はい、行きます。45回、魔界からの脱出。日本神道に代表される神の存在をほとんどの日本人は信じており、どんな極悪非道な悪い行いをしている人間でさえ神社にお参りに行ったりします。しかし同じ神の存在でも天界神、天界の神ね、天界神と魔界神、悪魔の神ね、では住む世界が真逆であり、最近までの世界は悪を推進する魔界の時代でした。ですから人々は愛よりもお金を優先して物事を判断し、欲望を満たすだけの生き方をしていたのです。人生の大きな目標目的の一つは愛を学ぶことであり、恐れを学ぶことではありません。しかし本物を知るためには偽りを学ぶ必要があるのと同様、愛を知るには恐れを学ぶ必要があり、そのために今までの時代が必要だったのです。天界と魔界は限りなく同じような世界なのですが、天界は自由があり、魔界は不自由です。自由とは自らの意思で物事を決定実行できることを示し、不自由とは束縛拘束義務があり、自分の意思だけでは物事を進めることはできないことです。魔界の仕事はお金をたくさん稼げるものが多く、きっかけの入り口がとても広いので、人々は安易な気持ちで足を踏み入れます。しかし内情は蟻地獄のような仕組みで、脱出することはとても難しいです。食欲、性欲、禁欲、物欲、名誉欲、支配欲、愛欲などの欲望を努力なしで得られる美味しい餌で人々を釣り、巧みにコントロールしていきます。生涯奴隷のように働かされることになるのですが、最初に甘い蜜を吸わせることで感覚を麻痺させ、知らず知らずのうちに支配するのです。そして洗脳、マインドコントロールされていることに気がつかないまま悪魔の手下として働かされ続けます。魔界から脱出するためにはどんな好条件を出されても引き戻さないこと、自らの過ちを認め懺悔し、善行善徳を積むこと、良い行いだけを選択することで軌道修正は可能です。貧乏生活と魔界はつながりやすいですので、誘惑に負けない志が必要です。はい、まあ、これ2015年に書いたので、ね、まず日本神道自体がちょっと神社と神宮は違うらしいですけども、神宮はかなり怪しくて、実は天界の神ではなくて魔界の神だっていう説ね、最近出てきてますね。
このコロナ禍で YouTube 見てる人はわかるかもしれませんが、いろんな動画配信の中に広告が出てきてます。本当に明治時代から変わったね、天皇の替え玉事件、替え玉説とか、アメリカがどうやって日本を、コントロールしたとかね、そういうのをなんか皆さん著作権放棄かなんかして、もう安くね、送料だけで500円とかね、やってますね。あとその PDF かなんかで見れるやつとかね、そういうのでみんなボンボン出てきてるからさ、闇の勢力、そういうの阻止する力あるんだけど、出てることはどうよとかも思いながらも、ぜひご覧になってみてください。普通の YouTube 動画でもそうじゃなく、ブログでも神社悪魔とかさ、あと天皇嘘とかさ、そういうの出していけばいいんじゃないですかね。いろいろ、でもそこはさ、実際の、なんていうの、私たちの生活に関係ないし、私もそこはあんまりなのよ。それよりも現実問題、優先順位から言えば、コロナが怖いわけじゃなく、ワクチンが怖いね。そのワクチンを打ってしまえば、何かを体に入れる毒ですから。ね、アフリカがなんであんなに、ターゲットになるのかとか、そういうのを調べない限りはさ、ワクチンだけやってても無理なんですよね。そういう意味では。お勉強してくださいと言いたいわけで。で、魔界からの脱出っていうのは、要は分かりやすく言えば、女の子だったら、私も一人暮らし、15歳で一人暮らししてたから、もう1000円でもさ、もう500円でも、もう300円でも高いアルバイトがいいわけよ。で、18ぐらいでしょ？ 10、あ、でも私初めてスナックで働いたの17歳かな。18歳かな。その頃はまだね、うるさくなかったですからね。でもそういうのだって、例えば時給2500円とかでしょ？そうするとやっぱり2500円で窓口に入ったら、あとはやっぱ700円の仕事ってしなくなっていくわけですよ。私はするんだけど、もうとにかくもうホームレスから会長までっていう、これが好きだから、この幅が。どっちも面白いんだもん。だからやるんですけど、普通は甘い蜜を吸ったらもう嫌なわけじゃない。で、大体悪の仕事、悪の仕事っていうか、魔の仕事、悪魔さんっていうのを先にいい報酬を渡して手なずけて、ヤクザとかもそうでしょ、まあよく知らないけど。っていうことなのよ。だからお金だけでね、ぜひこの何お正月にそういう暴力団の人たちが、近所の人たちお金を配るっていうじゃないですか。1万円だ、2万円だ、3万円だと。あんたもらってきなさいよなんて言っちゃダメよ。ご縁がつくんだから。あんたお前もらっただろって。そういうのが魔の仕業。そうすると出口は、入り口は広いんだけど、男の子だってそうですよ。ネットワーク、ビジネスだろうが、今だったら何、携帯の買えるやつと、携帯の仕事なんて一番 NTT なんて最悪でしょ。あ、言いたかった。まあ、それは別に言いたいんだけど、皆さん電話、おうち電あるでしょ。おうち電って加入するときに最初7万とか8万とか払ってるんですよ。あれ、今0円ですよ。日本全国世帯数いくつあるんですか？まあ、1人、まあ、安く見ても7万円かけるその世帯数のお金、どこに消えちゃったんですか？あとは海外、ハワイにも住んでたから、NTT のこういうなんか海外ローミングっていうの？なんか海外で使えるようなパンフレットをね、知らずに配るわけですよ、キャンペーンの仕事で。そしたら結局、今度来た人に、あんたがそうやってパンフレットやるからね、大丈夫だと思ってつながった、何十万も来たわよとかさ、詐欺の加担をしてたわけ、知らずに。まさかそんななってると思わないから、なんかそうやって気づかない時は加担しちゃったのしょうがないでしょ。でも気づいてからもやったら、それは同罪ってことなんですよ。っていうところで、ね、人は、いや、100種類、300箇所の仕事、何も続かない人ねって言うかもしれないけど、いやいや、悪の加担はしないのというとこなの。だからほとんど今、仕事なんて、ない方がいい仕事ばっかりですからね。じゃあどうするんですか、仕事がなくなったらって。農業しかないでしょ、みんな。食糧難、今、自給率40%以下で、さっき出してきたなんてなっていう、自由貿易なんて言ったら中国人どんどん来るし、もっと言えば中国人が今、富裕層がマグロを食べるって言ったら、日本なんて帰ってこないよ。売る方も売る方ね、ホタテの漁業のホタテの人だって、中国人がいっぱい高く買ってくれるとか、中国に売るけど、ね、日本人よりも中国人でしょ、お金を取るわけでしょ、魂を売るわけでしょ。そんなのばっかじゃないですか。だから今の日本があるわけだ。そこで考えるきっかけ。だから今、例えば仕事にしても、
さらっとしか言いません。また別の回で話ししようと思ってるから。児童養護施設をいっぱい作ってるんですよ、今。でも児童養護施設で、例えば、分かりやすく言えば、じゃあ子ど、うんとどうしようかな、子供に、これ海外の例ですけど、まあ、日本の例だと、まあ、なんていうのかな、じゃあ分かりやすく言えば、日本の場合、虐待、児童虐待の、なんていうの、2通りあるの、考え方。児童虐待で誰かが通報したりするでしょ。で、市の人が来るでしょ。そうすると、親は子供に会わせなかったりするんですよ。で、人権、子供は人権あるから、人権よりも親権を取るわ。そこで、親権を取るわけ。親の権利を。でも本来は親の権利はどうでもいいんですよ。子供の権利だから。っていうのが一つと、反対に、親が子供のことを思って、ほとんどだって、なんていうの、有害なことだから。例えばじゃあワクチンをね、打たなくちゃいけないっていうものがあるとしたら、打たせないとしたら、児童虐待になるの。そういう法律ができたとしたらね、うちの子に打たせないんですって言ったら、親が打たせないって言ったら、それは虐待って認定されて、引き離されて、児童養護施設とかに行くわけですよ。で、児童養護施設から行方不明になっちゃう子っているわけ。まあ、子供の幼児誘拐って日本も多いんです。で、アメリカ行くとよく牛乳パックのとこにいつもね、行方不明で確か出てるから、なんでアメリカこんなに行方不明多いのかなと思ってたのね。で、実際法律も多分13歳以下の子供を一人でお家に置いておいたら違法だし、送り迎えもちゃんとしなくちゃいけないってことで、それ危ないからってことじゃないですか。でもその行方不明になってた誘拐された子たちが食べられてたりとか、虐待されてなんかフェロモンみたいなのを取られたりとか、それもに日本もあるんですよ。だからそういうの知ってたから、養護施設の仕事を作ってると、電気関係で。で、その人に「いやー、でも養護施設ってちょっと悪の加担だからな」って言ったら、いや、調べてみてくださいと言ったけど、でも社員のこと考えたらこっちの仕事の方が楽だしっていうわけよ。でもそこで、養護施設は児童誘拐とか、そういう問題があるところだから、その悪の加担をね、要はその施設を作るっていうのはね、問題だと思いますよと言ったの。でもその人は、でも困っている人がいるから、作らないより作った方がいいでしょって言ったの。まあ、視点が違うわけですよ。だからあとは、まあ、きっかけとして、キーワードを言ったから、それでどうよってことよ。でもやっぱ社員の手話の給料とかあるからやるんだったらやるでいいけど、それはでも聞いちゃってるし、調べてくださいねって言って調べないし、聞いちゃってるし、でも実際にそうやって子供が誘拐されたりとかする施設を作ったとしたら悪の加担だからさ。っていうことなんですよ。ね。だからちゃんとお金の稼ぎ方大事っていうからそういうことなの。でもほとんどの仕事はいらない仕事なの。あとはじゃあ有名な話でいくと、安倍司さんっていうね、食品添加物を作った方がいるんですよ。で、その当時は彼はいい仕事だと思って、ね、保存、これを、この液を入れたら食品が腐らずにいるからとかさ。で、それで一世風靡し作った営業、エリート営業マンだったんだって。もちろんセミナーにお会いして、本人にもお会いしましたよ。で、ある日、忙しかったんだけど、子供の誕生日の時に、パパちゃんと帰ってきて今日は？って言って帰った時に、ちょうど子供がミートボールを食べようとしたところで、彼は、食べるな！それ食べるな！って言ったわけ。で、そこで初めて、なんで？私大好きなやつなの？って言った時に、その人は、安倍さんは何が入ってるか知ってるから、毒だってわかるが食べるなって言ってるわけ。で、子供が好きで食べてた。その時に要は改心したわけ。あ、そういう仕事をしてたのかって。で、それで辞めて、潔く辞めて、今講演会でこうなんですよ。例えば、コーヒー出てくる何、フレッシュっていうの、こうクリームみたいなのあるでしょ、あれはプラスチックですからね。 とか、マーガリンもプラスチックね。そういうのを実験しながら教えてるの。だから真逆の人生になった。でもそういうのを、だから厚生労働省だって誰も、ほんと1割ぐらいしかワクチン打ってない。なんで皆さん打たないんだ。いいものだったらみんな打つに決まってるじゃない。国家公務員とか地方公務員まで騙されてるから、国家公務員の人を打つなってお触れが、そういう法律も出してるの、去年の12月かなんかに。だって本当によかったら打つでしょ。
で、総理とかが打ってるやつはプラセボって言って偽薬だったりするわけじゃない。っていうことなんですよ。だ芸能人の人だってみんなに広告塔だから、そういう意味では、ね、安心で打って、もっとひどい人は子供たちもね、打ってくれて治験に参加してくれてありがとうとかさ、狂ってるんですよ。でもその狂ってるっていうのが分かんないのが狂ってるっていうことなのよ。ね。なので、自分の人生とか寿命を決めるのは自分でしかないんです。っていうことに気づいてくださいと。で、魔界からの、脱却はね、脱出はね、いくらでもできる。だからさっきの話じゃないけど、できないと思うからできないんですよ。で、まあ神社もちょっとやめといた方がいいし、結局、神社の中にもいろいろいるけど、必ずそこに行け、1日と何日かに行けばね、ご利益があるとかさ、取引してるわけさ。で、もっと言えば、それが行かなかったら、あなた成功できなかった、そんなちっちゃなもんに成功なんだとかさ、本物の成功ってそうじゃないじゃん。行かなくたって全然じゃん。でもそれが結局、悪魔の仕事だと、いや、ヤクザみたいなもんですよ。ね、必ず来いと。来なかったらひどい目に遭わすぞって、脅かしだったりさ、なんかもっと言えば、行かなかったら、ああ行かないから今月きっと無理だわとかさ、支配されちゃうわけじゃん。何も自由で生きるのが一番ですよと。で、今からの仕事は特に魔の仕事が多いから考えるのは今のうちですよというところをお伝えしました。自分の人生、自分たちの人生できないと思うからできないしね、そこまでして、例えば分かりやすく言えば、そんな汚い金で、学校行かせてもらって子供は本当に幸せかと、分かりやすく言えばね、っていうところで、全部がやったことは自分に返ってくるので、そこら辺で自分のこれからの身の振り方を考えられるとよろしいと思います。ということで、また次の回でお会いしましょう。